民主党新緑風会の不健でございます、えー、今日はあは公邸法の議論でございますけれども、まあ、ちょっといろいろですね、えー、もうスキャンダルみたいな話をあんまり国会ですることは、私は、えー、好きでもないし、ふさわしくないとは思いますが、がですね、がですが、あのちょっと高ャ大臣に一番初めに冒頭に聞きたいのは、昨日付けにで、えー、週刊ポストに出た記事がございまして、これはまた、 あの前の,その総務委員会でいろいろ大臣にご説明いただいた内容に対する、また反駁みたいな形になっております、内容を見ますと、これについて、大臣の方からちょっと事実関係について、ご説明いただければと思います、お願いいたします高市総務大臣。2>, はいあのまあ、2週間にわたりまして、まあ、週刊ポストに記事が掲載されました。 まずあの先週掲載された記事は、もうあまりにも悪質なあのつ造記事であり、あ,あの時期ですね、もうあのすでに地方選挙、知事選等始まっておりましたので、この時期にあえてこういった捏造記事を掲載するということは、 統一地方選挙前のですね、えー、または期間中の閣僚遊説を足止めするための選挙妨害だという一面もあると判断しましたので、まあ、先週は掲載日に、まあ、即記者会見を開きまして、えー、内容について反論をさせていただきました。と、まあ、りわけ、あの先週の文などは、あの新聞広告がまあでかく出てましてね、あの大臣の案件だから信用した。 内部証言を入手。 総務省高市早苗実定秘書官が関わった消えた高校の1億円重大疑惑を追うと、あのすごいもので、えー、ございました、まあ。私が大臣に就任したのは昨年の9月3日、であの記事を読みますと,、えー、と、日本政策金融高校から融資が行われたのは平成23年の1月から24年の5月頃までの間で、まあ、当時はあの野党の一議員でございましたので、ま,あ、まずあのそういった大臣の としての肩書きで、また現職の大臣秘書官である、えー、ものがです、ね、それに何か融資に関わったような、まあ、そういう誤ったイメージを与えるものでありましたし、そしてまた野党であれ、与党であれ、まあ、私の事務所ではあの公的金融機関に関しての口利きを一切禁止しております、まあ、実際に秘書もそういったことは行っておりません。 でまた、あのその、えー、融資も、まあ、債務保障もです、ねえー、その期間、まあ、平成23年から4年に行われたものであり、まあ、一切あの関与をしてないということ、それからその融資を受けたとされる N 社、M 社、まあ、こういったものも週刊ポストから私の事務所への,あの取材の紙の中には本名やあの本当の会社名が書いてございましたけれども、あのー 私の現在の秘書官も、私自身も、その会社も、それから借り入れをしたとされるですねその代表的なあの会社の経営者ですか、まあ、その方と面識すらあのございません、まあ、そういったことで、あの実はあの,昨日のあのポストの記事も、 ざっと読ませていただきましたが、あの先週のまあ記者会見の中の私の発言や、でまあ、誰か分からない関係者の発言などを故意に抜き出して記者のシナリオに合わせて構成したと、まあ、言ったものにあの過ぎず、まあ、非常にあの基本的なことから事実じゃないことが多く見受けられました、でまあ、今回、こういった記事の掲載によりましてですね、 あ,のあたかもその当時は野党衆議院議員の政策秘書であった、えー、私の現在の秘書官が、えー、その地位を利用して政府系金融機関から融資を受けさせたとか、でまあ、何かその金融広庫から1億円、えー、が消えてしまって、それに関与したような、まあ、ひどく誤った印象を読者に与えたということで、まあ、本人が、その秘書官が被っている被害は、 あの今、人大です、家族も含めて、大変な被害を被っております、まあ、昨日付で東京地方裁判所民事部に国訴をしたと聞いております、また、昨日の訴訟提起に続き、現在、刑事国訴につきましても弁護士と相談中だということでございます藤瀬健三君、はい。明確におっっししゃっていただきまして、まあこのじこの 雑誌は事実はないということでございますね。ありがとうございました。で続きましてですねもう一つこの雑誌の話をちょっとまた続けさせていただくことになるんですけれど、あのサンデー毎日これ今日あの出されたものらしいんですが、そこにあの NHK の森会長があの受信料でカラオケに行かれたというようなですねあの記事がございます。で私はまああのこの記事の内容をおか読ませていただいてまあて、まあ、事実関係とかもそのどよくあのこれは 私はもう会長、信じておりますけどこの,この記事について、いや、私、信じてます、本当にこれは、あの会長がちゃんと NHK をあの動かしていただきたいということは信じてます。ただ、この事実関係につ,ちゃんつ,ついてですね、ちゃんとあの記事について、事実関係をちょっと教えていただきますか、お願いいたします日本放送協会、みい会長。NHK の事業に関わ,る関わりのあるさまざまな方々と打ち合わせをしておりますが、従来から、 申し訳ございませんが、具体的な、内容や、日程については公表しておりません。えー、事業に関係のある、人との会食を伴う打ち合わせの費用は、役員交際費から、出することが認められております。会長者に、会長者についても、業務上の範囲で、使用いたしております。藤井健三君。あのー、私がお聞きするのは、この。 記事に書い、ねえー、てございますのは、夜中の1時半ぐらいから、この二次会のカラオケがスタートして、で夜中のこの1時半の,このカラオケっていうのは、まあ、業務と言えるかどうかということでで、これについてはあの建て替え払いになっているということが、まあ、記事には書いてございます、でこれは事実じゃな,ないというふうにあの言い切っていただきたいんですがけ会長はいかはですね ご承知ののり、えー、紅白の日でございましたがいましてその日にですねお世話になった方と、えー、最後の打ち上げに行ったのは事実でございます、えー、ただしですねカラオケ書いてありますがカラオケ屋しか空いてなかったんですねであのー、そこで曲は1曲も歌っておりませんし、えー、本当に普通のお店はみんな閉まってたんですよ それでそこに参りました先生から事実を言えとおっしゃるんでですね事実を言うならばそういうことでございます三時間と書いてあると思うんですがそんなことはございません以上でございます藤井健三君あの大事なことはですねそのようなあのカラオケに屋に行かれたということを認めていただいたと思うんですがそれを受信料で払われたかどうかが非常に重要でございます<あ>その点いかがですか小井会長、えー、受信料で払ったことについてはこれはあいわゆる NHK の業務に 関係のある方と言ったということで,です、ね、あのまあ、受信料で払ったとおっしゃいますけれども、これは受信料の中からわれわれがしかるべく予算を得て、しかもその範囲の中での処理でございますので、えー、問題はないと思っております藤瀬健三君。ちょっと NHK の経理担当の方にお聞きしたいんですけれども、その一般的に。 N. H. K. の職員の方がですよ、関係者の方々とカラオケに行きましたと。それは N. H. K. 内の予算で払えるもんなんですか。お答えいただけますか。いや、これ、あの、けあの事務方の方にお聞きします。会長しかお答えできないんですか。事務方。石田、石田専務は担当じゃないですか。石田専務理事。お願いします。あの、ちょ、ちょっと私は担当では。ないんですけれども、あの、そこは、あの。 業務,の業務関係で,です、ねあの、方と会食するということはありますし、ちょっとあの具体的にです、ね、会長がど,どこでどうしたかっていうのは、私は存じておりませんので、具体的な回答は差し控えさせていただきます委員長藤井健三君あの会長、これ、ちょっと私、雑誌の記事をそのまま信用するということはないですけれど、これには。あの NHK の職員の方がと思われる方がこうのコメントがあって、まあ、自分たちであればこういうことはです、ね、経費で生産することはできないって書いてあるわけですよ、でこれ、恐らく事実じゃないかと思います、一般的には私は。政治資金もできない,でい当然のことならそあの、ぜひちょっと明確にちょっとお答えいただけますか、この点は割と非常に大きな議論だと思います、ここは。はい 我々職員同士で行った場合に、交際費で払うことは当然ありませんし、認められません、この場合は本当に仕事上のです、ね、お付き合いの中で大変お世話になった方、それを最後の、1年、年の最後にですね、えー、まあ、まあ、打ち上げといいましょうか、色動といいましょうか、そういうことで、まあ、ちょっと行ったわけでございます藤末賢三君。 あれこれもう今、今日は出てきた問題なんで、その上田監査委員にお聞きしたいんですけれどその監査委員っていうのは、NHK の会長を含む役員の方々をチェックする機能をお持ちですよね、その点からいかがですか、この記事が、まあ、事実かどうかということはチェックしていただかなきゃいけないとするんですけれど NHK の会長が夜中にカラオケに来ましたと、真夜中に。で 記事に出ているように、他の職員であれば、これは多分払えないではないだろうかと書かれているわけですよ、そういう事件案件についてどうお考えですか、委員す上田監査委員。お答えいたします。まあ、監査委員の役割はあ、役員の業務の執行を監査するということで、まあ、その範囲の中で、えー、監査委員会として、えー、調査をするかどうかっていうのは、まあ、独自の判断でやっているわけですが、まあ、今回のこのケースに関しては、今、お伺いしてですね、 私自身、えー、事実を把握しておりませんので。ははいい、えー、そういうことで、監、え、査、ー、委員会として、えー、どういう対応をするかというのは、ですね、えー、事実関係を確認した上でえで、ー、最終的には決めたいというふうに思います以上藤瀬健三君。 お、まあ、立場上、そうお答えざるを得ないと思うんですけど、今、今日お聞きした形でいくと、やっぱりあの会長のこと葉をお聞きしていると、まずこれは行かれたということじゃないかと思います、でかつあの支払いも NHK の,そのいろんな会議費の予算で対応されたということじゃないかと思うんですよ、本当に、それは事実だと思うんですよ、その会長、いかがですか、この事これについて茂木、うん、会長、申し上げたとおりでございます。 あのー、我々としては本当に、この日はですね、えー、ご承知のとおり12、11 2時ごめんなさい1時45分まで番組がありまして、その後みんなでいわゆる出ていただた書いたものを含めて、えー、打ち合いがありまして、大、え、体、ー、それはまだ終わってませんでしたけれども、まあ、その時点で、ですねじゃあ、いっぱい乾杯行こうということで行ったわけでございまして、もうその時点ですでに時間は相当遅くなってたわけでございます。 夜中の1時にどうだこうだというよりまあその前がですね結構、おせおせで行ってましたんでそれで最後の年の終わりにですねあるいは年の初めと言いましょうかえー乾杯をしたとで先ほども言いましたようにそういう場所がなかったんで空いてたのがたまたまカラオケ屋でした1曲も歌っておりません。 藤井健三君え本日はですね他にもいろいろ案件がございますので、これで終わらさせていただきますけど今日会長がこれが、この記事が事実ということを、ある程度認められたということは非常に大きな問題でございますんで、またあのきちんとですねあの活動をたださせていただきたいと思います。で私で、次に、この会長のこの範囲や、指摘目的での範囲や理由についてちょっとお話しさせていただきたいと思うんですが、上田監査委員。 にですね、お聞きたいのは、まあ、前回お話、ご質問させていただきましたように、まあ、のこの伝票、えー、ハイヤー乗車票 C の伝票のサインが、茂木会長のものであるかどうかという話、あと、実際にあのヒアリング、聞き取り調査した人たちの内訳等はどうなっているかという話、あと、12月26日、実際に、まあ、このハイヤーをです、ね、取ろうとしたときに、茂木会長がです、ね、きちんと払う意思を示したかどうかという事実関係について、お聞,聞かせていただきましたが。 それについて、ご回答いただけますでしょうか、お願いします上田監査委員。はい、3点、ご質問だと思いますので、順にお答えさせていただきます。まず、署名の件ですけれども、ハイヤー乗車票の会長名の署名につきましては、会長が第三者の面前で辞書したことが確認されている既存の文書における署名と比較いたしました。ハイヤー乗車票ののの会長名の署名署が 当該署名の指摘とは一見してて明白に異なっておりました、また、えー、会長に対して、会長が辞書したものかどうかについて、直接ご本人に確認いたしましたが、会長にはそもそも乗車票が作成されたことについての認識がありませんでした。また、会長に対して、ハイヤや乗車票の記憶が報告されていなかったことは、 秘書室長及びヒアリングを行いました秘書室職員らに確認をいたしております。さらに、ハイヤー乗車票を起用した秘書室職員が、自分が会長名を署名したことを認めており、秘書室長もこの職員が署名したと話をいたしております。まあ、以上に鑑みて、本件において起用されたハイヤー乗車票の会長名の署名につきましては、会長の辞書によるものではないと。 判断いたたししました、えー、続きまして、えー、関西委員会のヒアリングですけれども、えー、9名のヒアリングを行っておりまして、うち6名に対して、私が直接行っております。具体的には会長、副会長、コンプライアンス担当理事、それから秘書室の職員3名です。 秘書室において、まあ、本件ハイヤー手配に実際に関与した3名については、全員ヒアリングを行っております。その上で、えー、監査委員会事務局のあ職員に、えー、お願いして、えー、ハイヤーを手配することに、えー、関連した総務局の2名、それから経理局の1名にヒアリングを行いまして、 書連の3名ののの説明の裏付けも確認いたしております監査委員会の調査目的であります、本件の経緯や会長の関与等については、事実関係を確認できたと認識いたしております。それから最後のご質問ですが、12月26日に、ハイヤーを発注した段階で、会長に支払う意思があったかどうかというご質問だと理解いたしておりますが、 会長は車の手配を要請されておりまして、秘書室として、ゴルフは使用目的であることから、けじめをつけるため、ハイヤー利用会長に提案し、ハイヤー代金は会長自身が支払うものということで、会長および秘書室と長室ともに、そのやり取りの中で、会長が支払うことで合意があったというふうに認識いたしておりますし、 また、それを覆すような事実は見受けられませんでした。以上です。藤井健三君。じゃ、これはもう、きちんと筆跡鑑定おっしゃってことで、よろしいんですね。理解は。そういう、は、よろしく、あの、お願いします。で、あの、次にですね、あの、エヌエのクローズアップ現代のいらせ問題について、あの、話しさせていただきたいと思います。まず一つは、冒頭で正したいのは。前回の総務委員会におきまして、え、板野放送総局長からですね。 BPO に対して、えー、放送事業者から、えー調,まあ、調査とかです、ね、依頼することはできないんではないかというふうにお答えいただいたんですけど実際にあの私の記憶の方が正しかったんじゃないかということがございまして、えー、BPO の運営規則の第3章に、放送事業者からもです、ね、こう要求ができると、BPO の調査を、という状況であるというのは確認しておりましたので、これはもう、もう正しいいただく人要はいませんが、 ここの国会で答えていただくときは、やっぱり明確に調べていただきたいんですよ、はっきり申し上げて。あの至って、真摯な対応じゃないと思います、そういうことさえ分かってなかったことは。でそれを前提にです、ね、これは堂本副会長にお聞きしたいんですけれど、まあ今後、のどのような調査をするかということ、そして BPO にです、ね、やはり審理を要請すべきだと私は思います。内部でやるべきではない。正直申し上げて。まあ、第三者という言葉をいただいてますけれど第三者の外部委員会に、 やるとしても、やはりきちんと調査を完全独立さ、使われた組織を使うべきだと考えますが、いかがですか。あの今後のその調査のです、ね、や,やり方に含めてあの書いてくださいお願いします。総局長はいいです。あの副会長お願いします。堂本副会長。えお答えをいたします、えー。調査委員会はですね、えー、現在関係者のヒアリング 等々がまだ続いております、えー、事実関係に関わるところでございますので慎重に確認を今進めているところでございますただ今回の調査のやり方としましてですね、えー、外部委員の弁護士先生お二人二人と大学教授お一人ということで三人の外部委員を選んでおります 客観性の担保という意味合いでございますしたがって調査委員会は連日集中的に委員会を開いておりましてまた先生方にも週1回ペースでですね全体会議に出席をいただいていろいろなご意見をいただいておるということでございます私どもはできる限り早く調査結果をまとめたいということなんですけれども まずは先日、中間報告という形で、えー、これまでの調査の概要を説明した次第でございます。今後は最終的な報告に向けて、まあ、調査報告書という名称を仮に使っておりますけれども、そこに向か,向かってスピード感を持って進めていきたいというふうにあの考えているところであのございます。それからあ 指摘がございました BPO とからはですね、あのー、先般うん、この件につきまして、状況の報告を求められておりました。えー、先週末であったと思いますけれども、私どもは BPO 側に対して、えー、中間報告の内容とその経過というものを、文書の形で、えー、提出をいたしております。 えー、BPO 側が最終的にどういうご判断をされるのかということは、現時点で私も予見はできませんけれども、お新たな対応お等々を含めまして、ですね私たちに協力の要請があれば、全面的に協力をしてまいりたいというふうに考えているところでございます藤井謙三君あの。副会長ですね、NHK の信頼を回復してもらいたいんですよ。 BPO から言われてやるんではなくて、こちらから先におっしゃっていただかなければ、信頼回復できないじゃないですか、順番逆ですよ。それも全然違う嘘その答弁されて、BPO に対してはね、こちらから言えませんっていう答弁いただいたわけですよ、前回。私はもう一度申し上げますけれども、BPO にきちんと NHK から自ら進んで出していくれることをしていただかなければね、第三者委員会であってもね、納得されないと思います、僕は。受信料を払う方々の。 それだけは申し上げます。で、かつ、次のこの第三者委員会にしても、すべて、やっぱり受信料を払う方々に明確に分かるようにしてください。今からご質問しますと、このガバナンス調査委員会、五千万、六千万、六千万近くのお金使ってね、もう全部黒塗りですっていうような世界、そういうものは絶対ありていただきたくない。明確に公表をベースにやってください。で、このガバナンス調査委員会の、ね、報告書についてなんですけれど、ここはお聞きしたいんですが、 経営委員会の職務として、まあ、第1放送法の,その19条のあ、失礼しました、29条の1にございますけれどその1の歯のカッ6、協会およびその子会社からなる手段における業務の適性を確保するための体制であるということでございまして、これはあの、茂議会長や木下あん、総務大臣にお聞きしたいんですけど、放送法を、放送法上ですね、 経営委員会がこのガバナンス調査委員会が行ったような子会社の業務の適正化の調査を行うべきだと思うんですけど放送補助はいかがでしょうか、お願いいたします、大臣高市総務大臣放送法第29条第1項は、経営委員会の職務が定められておりまして、あのー、今、藤井須委員がご指摘くださいました規定については、経営委員会のバガバナンスを。 強化するために平成19年の放送法改正により議決事項として追加をされました。で、この経営委員会の個別の職務に係る事項につきましては、まあ放送法は放送事業者の自主自立を基本として、えー、おりますので、まあ NHK の自主的な判断にゆだ、えー、ねられるということになります。で、この NHK の経営委員会では放送法第29条 えのですね、先ほど、えー、の規定、まあこ,こ,にえー、これがあることを踏まえまして、内部統制議決というものを議決しておられます、まあ、その中に会長は、子会社に関する事項を所掌する組織を設置し、 子会社の業務の適正を確保するために必要な管理を行うということで、4月7日の参議院総務委員会で、この浜田経営委員長が、この調査委員会は放送法に規定された会長の執行権の範囲内で調査を依頼し、執行部に放送 報告されたものと認識していると、まあ、答弁しておられますので、まあ、この調査委員会の設置につきましては、まあ、総務省の立場で言いましたらです、ね、この経営委員会の自主的な判断に委ねられているということになります藤井健三君。まあ法的なそうかもしれませんけどやはりあのこの NHK 自身にお聞きしたいんですけど本当にこの受信料で活動しているという認識があるかどうかが一番大きいと思います。 で受信料で行ったものであれば、やはりこの調査の透明性、きちんと調査内容をですね公開する、そしてその第三者に委託したと、ずいでやってますので、その選定の理由まで公表しなきゃいけないと思います。でまあ、最後でございますが、前回の総務委員会で、まあ、弁護士報酬のあら大体のです、ね、大きな額は教えていただいたんですが、まあ、細かい単価をですねもう一度確認させていただきたいと思います。 あの前回答弁で,です、ねあの、時間制の報酬単価の最も高い人が5万円、あの最も低い人が1万9000円で、あの平均で3万1000円余りとお答えしました、あの一人一人のです、ね、各あの弁護士別の報酬単価についてはです、ねあの、お答えを差し控えさせていただきたいと思います藤井ま君。まあ今回、また新たなです、ね、いろいろあの議論が出てき、問題ができましたんで、また引き続きさせていた議論させていただきたいと思います。よろしししくお願いいまますありがとうございました